姫野さん、めちゃくちゃ可愛くねえか。 皆さんこんこにちはイメゾーです今回はチェーンソーマン第7話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの完成考察などを投稿しておりますので、えー、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、チェーンソーマン第7話が放送されました。いやー、これはね、よくぞ放送してくれたなんて、いや、すごいですよね。うーん、ゲロ中ね。ゲロ中。 ね、アニメでねどういう表現でやってくれるのかなと思ったら結構がっつりやってくれてさすがチェンソーマンだなっていうのとさすがマッパさんだなっていうねうん改めてチェンソーマンの本気度をねちょっと確認できましたしエンディングもまた最高でしたね <laughs> ゲケケロゲロゲケケロゲゲゲロ中 <laughs> ゲロ中の歌っていう <laughs> いやインパクトあったな今までねエンディング全部ねえ違うエンディングでどれもすげえかっこいいいい感じの曲だったんだけどここに来てねいやなんかまた違う感じのね面白い感じの、ね、エンディングでこれはこれでいいなってうん。 この1話ごとに違うっていうのをうまくね、えー、使ったエンディングだなと思いましたこうあのちゃんが歌っててねあのちゃんってちゃんと歌えるんだって初めてあのちゃんの歌聞いたからさああのちゃん意外に歌うまいんだなってねちょっと見直しました <laughs> ゲロ中 <laughs> ちょっとカラオケで歌ったら盛り上がるかもしれないこの曲ね面白いですよね <laughs> またねそんなチェンソーマン第7話の感想と解説語っていきたいんですけどもやっぱ飲み会のことちょっとねまず語りたいなと思うんですが飲み会ねよかった たですよねゲロチはもちろんよかったんですけどそれ以外もすごいいいところというか見どころいろいろありましてこのまず飲み会の雰囲気がすごい良かったんですよねリアルというかこの初めて来た飲み会で周りの,大人,周りの、ね、大人たちとこのキスを約束された存在のね姫野さんっていう大人のお姉さんがね隣にいて結構あの体当て,当ててきたりねすごい。 色気たっぷりなお姉ささん、うんででそこにマキマさんもいるわけですよね自分がいあの一番あのもみたいと思ってる牧場さんの愛しの牧場さんが来てくれるっていうねその最高の状況の飲み会っていうことで伝脂はキスの約束を思い出すわけですよね飲み会の途中で思い出してでいや「キスってそういやどうなりましたか?」みたいな。 キスのあのあ約束っっってて言ったら、えー、姫野さんは今まだちょっとシラフだからもっとベロベロに寄ってったらすごいのしてあげるよみたいなことを話してた。そしたらそのちょうどねそこに牧マ場マさんが来てえデンジ君キスするのえ誰とするのみたいなこうさらっとね 聞いてくるわけですよね。デンジャーやっぱ、その、さっき言った通り、マキマさんのことが大好きで、マキマさんのやつを揉みたい、マキマさんとい、あの、エッチなことをしたいっていう欲望でね、こう、頑張ってるわけですから、その、それの目的のためにね、銃の悪魔を倒すっていう感じで、今頑張ってるわけですから、そのマキマさんの前でね、うん、キスなんてできない。 うん、他の人とキスなんてちょっとさすがにちょっとできないなって思ってるんだけど思ってるからき原さんに「えネねんじ君キスすんの?」って言われた時に「いやしません」って「しません」<laughs> って「あ,あれしないんだ」って思うんだけど <laughs> その後すぐ姫野さんが「えチューしないの?」って聞くと「しまーす」って <laughs> めちゃくちゃよく思いすな。 超笑ったんだよなここもういや第一一番最終的な目標はそれはマッ牧マさんなんだけどでもやっぱり今ねそのキスしてくれるっていう確定のチャンスが今目の前に転がってるわけでそのキスのために永遠の悪魔と戦ったわけですから戦って勝ったわけですからもうねその覚悟の結果なのでもうこれは治癒しないとキスしないと絶対いけんということでね やっっぱキスしますってなるんだよねで、その後ね、ベロベロにおった姫野さんが急にあのベロ中してくるんですけども、えここのね、ベロ中がすごい良くて、なんか漫画読んでた時はね、まあ、すごいあっさりした、急にベ,ベロ中してからの、え、なんだこれ、ゲローみたいな感じだったんだけど、アニメだとね、なんか、すごい舌絡める描写が結構あって、そこから、え、なんだこれ、生温かい舌じゃない、え、ゲローみたいな。<laughs> 感じだったので、うん、アニオリだと思うね。アニオリの解釈ですごい、木村さんがちゃんとベロ中してくれてたのもね、良かったですね、ここ。ナイスですよ、本当に。デンジね、あの、ゲロをね、口の中に入れられちゃったんだけど、普通の人だったらね、ここで、わ、ゲロだ、バっってすぐ吐き出すんですけども、デンジね、悲しいが、悲しいことに、この幼い頃にね、路地裏で生活して、 ポチタと一緒にこうなんとか上をしのぐためにゴミを漁ってね生活する上でこのある癖が身についてしまってたんですよねそれが口に入れた栄養になるものを飲み込んでしまうっていうね癖を得得してしまってたからこのゲロをそのままゴクンとね癖で飲んじゃったんで <laughs> めちゃくちゃかわいそう。<laughs> 路地裏にいる時にネズミがね、酔っ払いの親父のゲロ食ってるあーって、同じ哺乳類として恥ずかしいぜ、ギャーってって、ポジタと一緒に笑ってたんだけど、まさに、それ、それと同じ、むしろそれ以上のことをね、直接口に入れられてるわけだからね。それ以上のことをね、させられてしまったっていうね、もうデンジにとっては多分永遠の悪魔と戦うよりもう何倍もきつかった出来事。出来事だったと思うよ。 いほんときつかったと思うんだけど、ね、うんでもねここでねまだ終わらないんですよねその後デンジは姫野さんになんとお持ち帰りされてしまうんですよね、まあ、姫野さんは酔っ払っててまあ多分無意識というか全然覚えてない状況だったと思うんですけどもここがねめっちゃ良かったんでここでこのね最後の3分ぐらいで姫野さんのことがもう大好きになっちゃったんだよね俺、うん、このさお持ち帰りされて目が覚めたら知らない 女の人の人部屋でで目開けたらさいきなり口移しで酒を入れてくるわけですよねンジっていうのはまだ16歳で酒を多分飲んだことがない飲んだことあるのか分かんないけどもう酒に対しての体制が全然なくて飲み会でも麦茶をね律儀に意外に麦茶をちゃんと飲んでるっていうねそこ守ってるんで多分酒は飲まない飲んだことないんだと思うんだよ。 だだから飲んだことによってすげえ頭がクラクラしてうわーってね意識朦朧ろし始めてでそこでさ目の前の姫野さんがさ下着姿なんだよね下着姿でさキスしてくれてでちょっと酔っ払っちゃってるわけじゃんね酔っ払ってそれで「マキマさんにあんたラブなんでしょ」とか「あの亜くんもデレデレしちゃって」とかこう今までタバコとか なんだろう仕事でスーツ着てるっていう状況先輩っていう状況もあってすごい大人のクールなお姉さんっていう印象だったんだけど、うん、でもそういうのを全部隠して生活してる普通のまともな人間なんだよねこの人って。 でバディが代わりに死んでただけで本当はこの人も力はあるけど本当まともな人間だからいつ死んでもおかしくない人間だったんだよねうんそういうなんか普通の一面っていうのを見れてなんかすごいキュンとしたしこうなんかマキママキマさんなんてあんなあんなクソ女やめときゃいいのにとか言ってね本当まともなことを言ってくれるんだよねその通りなんだよ <laughs> マジでその通りなんで、やめときゃいいのに、姫野さんにすればいいのに、アキくんもさ、絶対幸せじゃん、あの二人、めちゃくちゃ合ってると思うから、そうすりゃよかったのにさ、ね、しもう、アキくんはマキマさんにデレデレだから、本当とにいや、マキマさんと飲みたいから、来今週がいいですみたいな、来週がいいですだったから、なんか飲み会は絶対マキマさんと一緒がいいですみたいなね、しれっと素直にね、あのわがまま言ってくるあたりとかもね、すごいですよね。うん、その時も嫉妬心を表に 姫野さんは出さなかったんだけど、多分内心ではめちゃくちゃ嫉妬してたと思うんだよね。うん。明くんのこと大好きだから、でそのまね、ま、姫野さんがさ最後に電次にこう寄り添ってね言うわけですよ。しちゃうってこのまましちゃうって言って終わるんですけども、いや最高でしょう。 これ、ちょっとね、ほんと個人的な話なんだけど、酔っ払ってる女の人を結構フェチというか好きで、もう、姫野さんがとにかく可愛く見えてしょうがなかった。ゲロのこと忘れちゃってたもん、なんか、この時。<laughs> ゲロ女のこと忘れちゃってたのに、エンディングで思い出さし、エンディングで思い出しちゃった。<laughs> エンディングのせいでねまた思い出しちゃったんだけど、うん本当ね、アニメ化がすごい、アニメアニメ化ってすごいなって、漫画では全然姫野さんのこと可愛いと思わなかったんだけど、アニメだとめっちゃ可愛いんだよね。うん、姫野さんも可愛いし、小紅ちゃんもめちゃくちゃ可愛い。<laughs> 小私服の小紅ちゃんクソ可愛くなかったね前回あのかなりヘイト集めてたみたいなんですけど小紅ふざけんなか小紅うざいみたいなツイッターでだいぶ書かれてましたけどしょうがないと思うよ正直うん小紅ちゃんは、うん、普通の人間だったらああなると思うからさあもうその前回のねそういうヘイトをね今回の話でちょっとは払拭できたんじゃないかなって小紅ちゃんも可愛かったんで許しちやってください <laughs> ねっ急に 9人,9人兄弟がいてね、貧乏な、ね、女の子なんですよ。自分の服も多分、買うよお金もなくて、お姉ちゃんからのお下がりしかもらったことない。うん、そ,うそんなね、かわい,い、かわいそうな女の子なんでね、皆さん許してやってください。<laughs> はい、ということで以上、チェンソーマン第7話の感想と解説でございました。えこのチャンネルではね、チェンソーマン毎週動画更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録え、拡散もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。